おはようございます、ひがみです。いや、今日からいよいよまた1週間がスタートということで、今日は実はちょっと会社に行く用事があって、日中バタバタと移動することになりそうなので、今朝から収録してみてるんですけれども、この山あいの地域を抜けるショートレグを今日は飛んでいきたいと思います。ということで、今日はちょっと新しい試みでですね、この外部視点をうまく使って収録をねやってみようかなと思います。やはりこうコックピットの中だけだとあまり変わり映えのしないね絵柄になってくるんで、うまくこういったところを含めて思考を変えて撮ってみるのもありかなっていうので、これまでフライト中だけでしたけど、まあ、ちょっとこういった離陸のカットもね撮ってみようかなっていう感じですね。やっぱりコックピットからこう操縦するのと違って、結構外部視点で操縦するのって大変ですね。人によってはこういった外部視点の方がやりやすいっていう人もいらっしゃるのかなと思うんですけど、やっぱしこう飛び慣れてるとコックピットの中の方が楽だな。はい、ということで山のセクションを四苦八苦飛んでいるわけですけれども、もう編集で見返したら何も喋っていないということで、アフレコで登場させていただきます。はい、で、何をお話したいかっていうとですね、実はですね、まあ、未だに航空機の運航の仕方がよくわかりませんっていうようなコメントをいただいてですね、まあ、それもそうだなと、ごもっともだなというところで、実はもう同じような意見いくつかいただいていてですね、まあ、このフライトシミュレーター、フライトスクールみたいな形でセスナ152の飛ばし方っていうところは、まあ、そこそこ、こうチュートリアル的になってますけど、いざ旅客機ってなった時に何もこうチュートリアルがなくて、本当にローディングするとただボンって機体が現れて、さあどうぞっていう感じでですね、全くもう右も左もっていう方も多いと思うんですよね。なのでちょっとそういった声に応えるためにもですね、今週末はどうにか週の間に大きな空港までたどり着いておいて、そこでですね、エアバス320とボーイングから787、この2機をですね、それぞれ1日ずつ、もう簡単なチュートリアルだけに絞った内容で入門編っていうような形で紹介してみようかなと思います。で、この入門編っていうのは本当にこうコアに見ていただいている方からするとちょっと物足りないだろうっていうのは、まあ、承知の上ではあるんですけれども、逆にこうフライトシミュレーターをこれから始めたいっていう方に向けてはぜひ見ていただきたい動画かなと思いますので、そういった部分含めて見ていただきたいなと思っております。さあ、ということで簡単な告知を間に挟んでしまいましたけれども、この後も山あいのセクションで四苦八苦していますので、ちょっとそこら辺の部分はカットして、抜けた後の映像につなげたいと思います。それでは。さあ、ということで今ちょっと U ターンして山々抜けてきたところを見ておりますけれども、この連なる山々を VFR でどうにか抜けてやってきました。もう途中ただただ無言で高度を上げては山を越えてみたいなことを繰り返していたので、まあ、ろくにプロペラ談義をできることもなくこの山を抜けてきたんですけれども、まあ、やっぱしこうリアルでのフライトっていうところを考えると、この山の中で飛ぶっていうことはやっぱしこのレーティングが必要だって言われるゆえんは確かにあったなっていう気がしますね。この下に広がってるのがすごくこう木が生い茂ったようなフィールドしかなくて、なおかつ起伏がすごくこう激しくて、とてもじゃないですけどこう平地で何かあった時に場外着陸できるような、緊急着陸できるようなポジションがないっていうところで、まあ、非常にこうリスクマネジメントをうまくしなければいけないフライトっていうのがこのマウンテンフライングの部分だと思いますし、まあ、そういった意味での難しさっていうところをですね、まあ、なかなかこうリアルで一番最初にこう自分から体験しに行くっていうことは難しいですけれども、こういったシミュレーターを使ってね、何が危なくてどういうふうにこうリスクを伴っているのかっていうのを体験できるっていうのは、これもまたフライトシミュレーターのいいところだなと思いますね。ということで目的地の空港の方に向けてまた飛んでいこうと思います。はい、ということで本日のプロペラ談義はですね、高高度の影響ということで、低酸素症というのについてですね、少しお話ししてみようかなと思います。こういった話題っていうのはなかなかこうフライトシミュレーターだけをやっていると、まあ、上がってこないっていうのと、
あとはもう反面、フライトシミュレーターをやってるとあまり気にしなくていいのが、この人間の体の限界っていうところだと思うんですよね。で、そういった意味でなかなかこう見落とされがちというか、気づきにくいポイントとして高高度の影響について少し話をしておこうかなと思います。で、そもそもこの高高度の影響、高いところを飛ぶことによる影響っていうのは、いろいろこうあります。例えばこれからお話しする低酸素症、ハイポキシア、これも、その一つですし、それ以外にも上空に行けば気温が下がりますから、低体温症のようなことも起きますし、もう本当にいろいろな複合的トラブルが起こります。で、特にプロペラ機ってなると基本的に外部の空気と、接した状態ですから、そういった影響を特に受けやすいということで、少しこの話題をお付き合いいただければと思います。ということで、この低酸素症というのを今日は話題にしようと思っているんですが、そもそも何が起こるかっていうとですね、上空にこうどんどん上がっていくと気圧が下がっていってですね、徐々にこう体内にこう取り込める酸素量っていうのが低下してくるというのがあります。で、これが減少すると何が起こるかっていうと、人間の脳だったりとか、いろんな他の体の器官にですね、徐々にこう障害をきたしてきて、こう体内の動きっていうのは基本的に酸素でコントロールされてますから、それがどんどん下がってきてしまうと、パイロットの能力とかそういったところにつながってくるということになります。じゃあこの症状、どれぐらいの高度からスタートするんだっていうところでいくと、これはですね、本当に諸説あるというか、人によってまちまちっていうところがあって、よく言われるのは、例えばタバコを吸われている方とか、結構こう肺に常にストレスのかかっているような方は低酸素症の始まる高度が低いと言われていて、そうでない人であっても、その個人の体の具合でその機能が上下したりとか、なんならその日の体調次第でその高度が変化したりとか、非常にこう細かい部分ではあるんですけれども、一旦そういう前段があるというところを押さえておいていただいた上で、これから一般的に言われている高度で少し話をしてみようかなと思います。まずそもそもの症状のスタートとしては、約1万フィートから1万2000フィートぐらいから徐々に低酸素症のレベルが上がってくるというふうに言われています。おおよそ言われているのは、まず1万から1万2000フィートを下限に1万5000フィートぐらいまで、この高度まで行くと徐々に判断力とか記憶力、それから警戒心なんかが低下してきて、体に対する影響としては頭痛とか眠気、それからめまいなんかが起こってくるというふうに言われています。で、特にこの1万5000フィートっていうようなところまで達すると、おおよそ15分以内ぐらいに能力が大きく低下するっていうふうに言われています。またそれよりも高い高度、1万8000フィートで20分から30分以内、もしくは2万フィートまで上がると5分から12分以内っていう、すごく短いスパンで修正操作だったりとか回避操作だったりとか、いわゆる操縦全般っていうことができなくなって失神してしまうというふうに言われています。なので、例えば旅客機とかっていうのは3万フィートとか非常に高いところを飛んでいるので、何かしら油圧システムにトラブルがあると、エマージェンシーディセントって言って、この高い高度からいち早く抜けるために急降下して、こういった症状の出ない高度まで一気に下がってくるっていうようなことをしますけれども、そういった回避行動をしなければいけないっていうのも、この低酸素症っていうのが一つのポイントになってくるということですね。それからこういった1万8000とか2万フィートとか、特に高高度に上がってきた時に、どういったふうにこう体に症状がね、どんどん現れてくるかっていうと、まず一つ言われているのが中心視野とかトンネル視野って呼ばれるもので、視野の外周側のところから徐々にこう白い感じになってきて、見えている世界が遮断されてしまうということが起こるというのが一つ。それからシアノーゼと呼ばれる指の爪だったりとか唇が青くなる現象っていうのが起こったりっていうところで、そういった身体的な反応が起こってくるんですが、いずれにしてもこの低酸素症っていうのは、例えば1万5000フィートでも15分以内に能力が低下してくるとか、1万8000フィートだと20分から30分、2万フィートだと5分から12分っていう、ある程度こう長いスパンをかけて症状が進行していって、で高い高度であれば失神してしまうとか、そういうことが起こるわけなんですけれども、この時間が短期間に訪れないからこその難しさとして、症状の進行していく過程がとってもゆっくりなんですよね。でゆっくりだとどうしても体の方が認識するのが難しくて、自分で低酸素症かもしれないなっていうふうに思う間もなく気づいた頃には
もうアウトな状況に陥っているっていう風になってしまうのが、この低酸素症のすごく怖いところで、ともあれば、もう高い高度飛ばないっていうのが一番安全じゃんっていう話も出てくると思うんですが、それこそこういった山間部を抜けるフライトだったり、こういったところではどうしても上がらなきゃいけないタイミングっていうのは出てくるわけですよね。そういった時に必要になってくるのが酸素の吸入システムっていうことで、これについては明日詳しく触れようと思いますけれども、カニューラだったりとかマスクだったりとか、まあいろいろこう酸素吸入システムありますけれども、それぞれ定められた酸素用具をですね搭載して飛ばないければ、こういった高高度の飛行はできないですし、もし使わずに飛んだ場合は特にこの低酸素症に陥ってしまって、結果的には事故につながってしまうということで、非常に怖い結末が待っていることになりますので、この酸素を使うというのはですね、ぜひぜひ押さえていただきたいポイントかなと思います。まあ、とはいえ、もちろんフラッチメーターだけで飛ばれている方からするともう何のこっちゃっていう感じですけれども、まあ、リアルで飛ばれている方は実際こう追体験的にシミュレーターで楽しんだ後にやってみようっていう感じでパッと飛行機に乗り込んで同じことをやると、こういったリスクがあるっていうところで、少し話の話題は広がっていますけれども、こういったことがあるっていうことと加えて、実際に飛ばれる時にはこういった体への影響も十分考慮する必要があるということを覚えておいていただければと思います。ということで、今日はこの低酸素症ハイポキシアの説明をプロペラ談義に変えさせていただきたいと思います。ということで、本日はですね、山あいの部分をですね抜けてですね、ようやく一旦開けた地に戻ってこれたわけですけれども、ちょっとプロペラ談義の方は短めになりましたが、いかがだったでしょうか。また明日はですね、公式の方で作り込まれた空港の方にめがけてですね飛んでいきたいなと思っておりますが、この先もやはりこうアメリカの中西部の部分というとですね、山あいの部分多くなってきますので、まだまだ大変なフライトが続きますけれども、一緒にですね、追体験いただくような形で、このチャレンジをですね、毎朝、ご覧いただければと思っております。本日はこんなところで終わりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。